スーパーバトルタンク。戦車に乗り込み、湾岸戦争を舞台としたフィールドで、敵軍を倒す、一人称型のシミュレーションゲーム。次期の戦車は、実在する戦車がモチーフとなっており、開発段階から一機当選の、働きをするとのことで、単独作戦を前提として作られています。そのため、戦場なのに味方がいません。結構敵は多いのにもかかわらず、短期特攻です。作戦司令官ド S ですね。全10ステージ用意されていて、グラフィックも綺麗。景気類はリアルで、ゲームとしては普通に楽しめます。全体マップで接敵し、敵の種類に合わせて武器を選んで、エイムして攻撃を繰り返し、殲滅しながら進んでいきます。ただ、敵軍の機体の種類が少ない。戦闘シーンで BGM が全くない。ストイックと言ってしまえば、そうなのですが、のが逆に硬派で好きでした。続編も出ているので人気はあったんですね。戦車ものとか好きな人は、リアリティもあって、面白いんじゃないでしょうか。ファイアーファイティング、消防士となって、火災現場や炭鉱などの災害現場に赴き、制限時間内に人命救助する、アクションゲーム。現場に行く前にミーティングがあり、状況や目的の確認、マップの確認、アイテムの選択、などを行います。これがとても重要で、どの順番で、どのように助けるか、どこに消防車をセットするか、作戦を考えるのが楽しいです。現場では時間に応じて、状況が常に変化していきます。消火しなかった火は燃え広がるし、道が通れなくなったり、逆に通れるようになったり、トライ&エラーを繰り返すことで、そのステージにおける、最善の準備や最善のルートが、分かっていきます。この過程がとても面白いのです。全8ステージしかないので、やや物足りなさを感じるかもしれませんが、題材は珍しいゲームですし、しっかり作り込まれているので、ぜひプレイしてみてください。スーパーキックボクシング。キックボクシングのゲームは珍しいのではないでしょうか。試合やトレーニングを通じて強くなりながらワールドチャンピオンを目指すことが目的。主人公は全55種類の技の中からどの技をセットするかカスタマイズすることができます。このシステムも面白いですね。ついつい大技をセットしたくなりますが、接近戦も多く、大技はなかなか当たらないため、パンチ技も必要で、戦略を考えながらも自分好みにカスタマイズするのが楽しいです。試合自体はシンプルなのですが、だからこそ駆け引きに醍醐味があります。ランキング上位に入ると、サバイバルのようなモードに招待されますが、参加するもしないも、プレイヤーの自由、洋ゲーでありながら、シンプルかつ細かなところで、やり込みができる、
本作はボクシングゲームの中では、両作と言っていいかもしれません。そういえばテコンドーのゲームも、ありましたよね。ファイナルストレッチ、鈴木アグリ氏監修の F1 レースゲーム、ドライバーなどのデータは実在のものが使用されており、リアリティは抜群。予選を突破して本戦に出場し、全16台のマシンと優勝を競います。タイヤなどセッティングが可能で、天候やサーキットに合わせて、どのようにセッティングするかが重要です。また、実績を残すことで、上位のチームに移籍することができるので、どんどん実力を高めて優勝を目指す、楽しさがあります。レース画面は上下分割になっていて、操作する画面と、F1 のレース中継さながらの、臨場感あふれる画面とに分かれています。もちろんマリオカートのように、1T 対 2T の対戦プレイもできます。このようなタイプのゲームは、大体カーブが曲がりにくく、ストレスを感じやすいのですが、このゲームは比較的グリップが効いていて、ストレスをあまり感じません。本格派レースゲームがお好みの人は、プレイしてみてほしいですね。音ボケ忍者コロシアム、忍者、とありますが、女性キャラしか出ないので、実際はくの一ですね。内容は、ボンバーマンにそっくりな、アクションゲーム、5番の目上のステージの上で、ま、厳しを置くと、一定時間経過後に爆発、4方に手裏剣が飛んでいきます。その手裏剣で敵を倒したり、ブロックを破壊しながら、ゴールを目指すゲーム、ボンバーマンと違う点は、手裏剣に当たっても死なないし、倒せないボスがいること、ボスはもう一つの武器である、鎖鎌で倒します。これに気づかないとずっと、戦い続けることになります。また、ステージには、動かせるブロックがあって、少しパズル的な要素があるところも、違いですね。二人プレイ推奨だそうで、謎解きが難しかったり、時間切れになったりすることも多いので、その点から、難易度は少し高めです。最大4人プレイまでできるので、友達と集まった時に協力しながら、ストーリーをクリアするのもよし、ワイワイバトルするのも楽しいですよ。ダンザルブ、オーバル軍のエリート部隊ダンザルブに、なぜか配属された、新米パイロットマシューを操作し、ダマイア軍と戦っていく SF、RPG、機動兵器に乗って戦う戦争もの、勝つわけもわからず、主人公機に乗る流れなど、ガンダムシリーズのような、テレビアニメ的な展開、敵部隊も個性豊かで、
味方の重要キャラも普通に戦死するなど、重厚なストーリーになっています。生身で戦うタートと兵器で戦うタートに、分かれており、章ごとに敵も異なり、謎解き要素も異なるなど、意欲的な要素が非常に多いのが特徴。若干システム的な不備や、ゲームバランスが悪い部分があるものの、それを補ってあまりある、今までに類を見ないシステム、かつ、大きな破綻もしていないので、プレイしていて飽きることなく、十分に楽しめます。一度プレイしてみてほしい作品ですね。ロイヤルコンクエスト、パッと見たゲーム性はレミングスに非常に似ています。それの中世ヨーロッパ版といった感じでしょうか。サイドビューのフィールドでプレイヤーは王となり、騎士や弓兵、工作兵といった特徴の異なる8種類のユニットに同時に指示を出して目的地を制圧していくシミュレーションゲーム。この8種類のユニットをどのように活かすかが攻略のコツ。例えば、弓兵を使って遠距離から攻撃したり、工作兵を使って壁を爆破したり、といった具合ですね。このユニットたちは、戦うとき、声を出すのですが、それがまた何というか特徴的な声で、断末魔のはずなのに、ついつい笑ってしまいます。王を目的地まで連れて行けば、ステージクリア、チュートリアルも合わせると、全26ステージで、やりごたえは十分です。スピード感や爽快感はあまりないですが、タクティカルで面白いと思います。シミュレーションゲームが、好きな人はハマるんじゃないでしょうか。しかできないプレイをしない。